どうも、動画をご視聴いただきありがとうございます。ビジレザ公式レポーターの藤本です。本日はボックスコインケースを紹介させていただきます。紹介してくれるのはこの方です。はい、さーい、ビジネスレザーファクトリー那覇空港店の前田です。よろしくお願いします。前田さん、よろしくお願いします。早速ですが、ボックスコインケースのおすすめポイントを教えていただけますか？はい、おすすめするポイントは3つあります。1つ目は使いやすさです。こちら蓋が大きく開くので小銭を探しやすく、手の大きい男性や爪の長い女性が使っても取り出しやすい構造です。2つ目はシンプルなデザインです。お札とコインを分けて持つ場合もコンパクトで他のお財布に合わせやすいデザインです。そうなんですね。ちなみにサイズ感を教えていただきたいのですが、はい、大体どれくらいの大きさですか？例えばなんですが、こちら長財布と一緒に持つとこのサイズ感です。これぐらいのサイズ感なので、ズボンのポケットに入れても出し入れしやすく、タブレットケースなど小さめなカバンにかさばらずに収納することができます。そうなんですね。すごく使いやすいですね。はい、3つ目は何でしょうか？3つ目は作りがガリしているところです。縫製がしっかりしているので末永くご愛用いただけます。ビジネスレザーファクトリーでは上から入れるコインケースですと、今回ご紹介しているこちらのボックス型の2種類あるんですが、ボックス型は少し固めの芯材で作られております。なので蓋を閉めた時にコインが飛び出しにくいように設計されております。安心して使えるので、私はランニングやお散歩に出かけるときに使用しております。ちょっとしたお出かけにも便利ですね。前田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。本日は最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。商品の詳細はウェブページに記載しておりますので、ぜひご覧になってください。それでは皆さん、ごきげんよう。